おはようございます。ジレット申します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。1週間ぶりなんだよこれ実況、まあ、諸事情によりまして、1週間ぐらい、実況をお休みしてました。編集はギリしてたかなっていう感じです。なんか、実況、ね、1週間も実況してないとね、どう実況すればいいかわからない多分まあ、いつも通りだと思うんですけど、うん。あと、今日の俺はね、なんかね、吐き気を催しな。マイボーン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 。本日登場するのはビッグアイ、アングルホーン、ホースデビルということで、賢い方ならわかりますよね。ただ、僕にはよくわからない。賢い方はわかるんですけど、確かにこいつら全員 DQ5 に出てるけどさ、DQ5 に出るモンスター全員合体して何になるかっていうと、廃校通りブオーンですいくぜーマイブオーンDQ5 の仲間モンスター。まあ、正確には一体仲間モンスターじゃない。サーラだよ、あいつは。ね、その3体が合体した結果、なぜか生まれてしまった、おバカ。ね、合体元が賢いやつばっかなのにさ、急におバカになるんですね、こいつの場合ね。DQ5 の初見号をしてもらえた部を、ね、スカラで身を固めたりとかいうね、結構なね、パワータイプモンスターでございます。ただしですよ、このゲームではパワータイプとは一言も言ってません。その帝都防御たるや。あー、もう帝防御だわ。もうダメだもん。前ブオーンって言うんですよ。こいつの名前はブオーンって言うんですけど、前ブオーンじゃないんだよ。あ、もうこの、おお外してんのか。あ、来ました。いけまあ、力は本物。なぎ払うほいあれウルトラスタンボと同じ匂いがする。ごあいせんなぎ払うはいうわちょっと、君せめてエース剣狙ってくんねえかな。その低防御たるや。わあ、もう、まあ、そこそこ食らってんな。まあ、HP がね、3000あります。ブオーンの、まずいいとこ。HP が3000あるっていうのは、当時、実は、ギガントドラゴンが2900で、しかもドラゴン蹴り食らっちゃうんで、まあ、HP の割にね、弱いイメージだったんですよ。で、その2の中期ぐらいですよね、出たのが。その2の中期ぐらいに出たのが、このブオーンです。まあ、どっちかというと後期寄りかなという話ですけど。はい、前期の最終期あたりっていうんですかね。はい。まあそのね、HP3000 だから、まあ、敵として登場した時に、相当な初見殺しがね、あ敵として出た時の壮絶な初見殺しがあったからね、もしかして強えんじゃねえかと思ったけども、くしても、多いはずだーまあ HP3000 あんな本物やな。ああ剛腕一閃、投げ払うはい、よいしょまあ、なんだ ?HP3000 あるっていうのは確かに。で、もう一個の技はまだ紹介してないですね。ちょっとそれを紹介しておきたいんだけど、ブオーンがね、まあ、この通り、遅いんですよ。てか、何柔らかい、強くない、遅い。もう、どっかのアーダーもびっくりしそうなこと言ってますけど、どっかのアーダーもびっくりやで、ちょっとこれ、鬼コンボとめっちゃ似てる。ね。もう鬼コンボと似てんのよ、君。悪魔系で HP だけ高くてさ、耐性がボロカスでさ、すげえ鬼コンに似てる。待って、お前あかんってもうダメだってお前はい、待って嘘待って、一回すんの負け待って、その未来予想してないからやめてよジーよおっとアイテムの攻撃ちょっと待って、もう避けろ頑張れそっちにしま頑張れ死ねうせえせやいや、まさかです。まさかなんですけど、負けるなんて思ってなかったですよ。1回戦で負けたどっかの合体モンスター、どっかのね、2の今期に負けた合体モンスターはいたよ。でもあれは、まだ擁護すべき点があるんですよ。メタハン、ゴーゴン、デンタの並びに、まあね、どっかのね、ポットでの悪魔の王が勝てるわけねえから、まあ、あれはね、まだね、上々酌量の余地があるんですよ。さ、合体モンスターさ、あんなことあんのオニコンボよりひでえ。嘘だよ、オニコンボよりひどいやつも、今回は相手に恵まれてます。打撃小弱点もいるんで、今回は大丈夫そうですね。オッケー。そう、高いパワーを振るってくれる。なんで一回で負けてんの、勘弁してくれよ、もうびっくりだわ。うん。本当に。笑い、おおしばばばばんじゃなくてさ、君もな。いや、もうびっくり。もうその低耐久やね、遅さたるや。本当にオリコンボと似てるんですよ。特性が。なんか火力まあ、火力はまだある方なん。特に B 技の違いがありますね。B 技まだ見せてなかったですね。オリコンボは B 技がモードクロキンとかクソザコ技なんですよ。はい、マジでクソザコブレスですね。まあ、そんな中ね、無音は B 技でプラズマってのが使えるんですよ。まあ、普通にね、雷属性はこのゲーム強いんでね。で、あともう一つさっきから思ったんだけど、こいつはなんだ属性耐性がボロボロなんだマジで属性耐性がボロボロすぎて、ボロボロすぎる属性耐性が、ね、打撃もこんなんだしな。さあ行きましょう、大気中をプラスマに変えていくぜ、稲妻フォトワシュプラスマ発射いくぜオレクスそう、オリコンよりこっちの方がそれは強いんだけどね。うん、原作みたいにさ、もっとね、硬い合体モンスターに向かったんだけどね合体モンスターってこう数えてると、硬い系の合体モンスターって意外といないというか、その耐久みたいなね。まあ合体モンスター自体が耐久はまあ向いてないっちゃ向いてないんですけどね。対人とかでもどうにしろ光る球に逃げ切られたら勇気の調整的に負けちゃうんで、でももっとなんか硬いモンスターいてもよかったんだけどね。現状合体モンスターで硬いやつって誰がいるかなって考えたらレオコーンぐらいしかいねえんだもんプラチナキングは実質柔らかすぎる。実質あれはもうただの柔らかモンスターだからさ、敵として出たわけだから硬いけど。うん。そして私は一体何を見てもオリコンボ2世ですよ、こいつ。このままじゃ。まあ、オリコンボと圧倒的に違う点としたら、お供がそこそこ強いことですかね。合体元？はい。合体元が、まあ、そこそこ強い方かなと思います。アンクの方は別にアンクの方もまあ、アクデみたいなとこあるけどな。ホースデビルはマジで優秀だからな。ビッグアイも優秀だし、なんか、オリコンボールがあったことよりはよっぽどいいかなって話ですよね。あとは、このゲーム、さっきも言いましたけど、雷属性の攻撃っていうのは割と強いんですよね。刺さる相手が多い。だからそれを持つのは別に悪くはない。ただし、お前はね、どうかと思うよ、その耐久。オラプラズマオレクスうわいオッケー大魔王いけるか不安になってきたな、こいつ。ああ、大魔王お望みというわけですよ、神は。神は、大魔王お望みというわけです。俺はもうね、オリコンボが全部ほとんど大魔王いけてねえんだよ。無謀なチャレンジであるけど、まあ、アーケードモードだから、勇気を調整うまくすれば、もしかしたらあるか。とりあえず、じゃあ、一旦目光玉しようか。1ターン目にまず光の玉して、2ターン目に適当なとどめ打って、3ターン目ポンポンポンでいきましょうか。そのテンポでいきましょう。アーケードモードならワンチャンあるかもしんない。いつも鬼コンボが負けてる原因ってさ、大魔王の鬼コンボを最強でして、負けている理由ってのは、勇気がたまらず負けてるっていうこともまあ少なからずいっぱいあるからね。少なからずいっぱいあるってことはたくさんあるな。ああ嘘でしょ嘘まあそうだけどさ。いや、ブオンはそれはね、そうだけど。いや、ちょっと食らいすぎだよ。ドルマゲスの前ってそんな強くないよ。まあ確かに、賢さ高いし弱点疲れてるけど。やっぱお前も全身弱点は雪の王の仲間入りか。フローラといえば、ブオンな感じがあります。いや、逆にすべきか。いくぜ、ズキュンフローラを連れていきなり行った先がブオーンのところだったなんてこともなきにしもあらず。初見殺しを食らったプレイヤー何人いるでしょうかね。私はその一人です。さあ、あとは料理するだけ。あとはね、もう、大丈夫かな。ドルマゲスに削り切られるなんてなしよ。ドルマゲスっていうのはチキン野郎なだけだから、そんな。大して強くないから、攻撃。大丈夫だって。このターンに押し切れなかったらやばいぞ。まあ、ここでね、プラズマまてて勇気回収すれば、少しは勇気、お、いいね。いけプラズマ強烈な耐久力が、プラズマに変わる。ああ、うお、どういうことどういうことどうすんのどうすんのおい、えだって、投げ払う一発じゃ絶対倒せなかったじゃん。えお、ブオンお、ブオンどうすんねんお前えあ、ブオン走れるかお前ブオンすみません、いくつ確かに。あおーい、いや、もうヒヤヒヤさせてくれんじゃねえか。本当に、あと、お前次頼むよね。頼むよ、ブオン。ねえ、ブオン。ブオン、いや、オリコンボー以上の芸になってないかいけ強烈なプラズマがほとばせるいけおお1019 そう、威力はあんの。オリコンボーよりなんだったら威力あるんだよ、お前は。いけるなるほどね。オリコンボってこいつにも勝てなかったような覚えがなきにしもあらず。韓国体制で耐えろ頑張れーオリコンボ最強ですの時にこいつに負けた理由ってなんだっけ何で負けたんだっけなんか普通に削り切られたんじゃなかったかなぐらいの思い出しかないんですよね。でも、今回は有機問題はだいぶ解決してるね。初めにあるから。ああ、まあ、暗黒はね、ああ、こっちで、ブオンは悪魔の一角です。大丈夫です。まあね、1000以内に抑えてくれ。頼むわ。あはは、抑えてくんな。鬼コンボと一緒。鬼コンボと一緒だ、お前。なんで量産型なのよ、この辺りは。あはは、もう、5% に嘲笑られてるよ、もう。いけ！頑張れ！頑張れ、ブオン！有機問題解決できないかもしれんわ。もっとたぶん、いや、でももう、あれ以上泳がせようがなかったじゃんね。頑張れ !5 一戦投げ払うはい違うのは、会心率か。投げ払うはめった会心出ないからなウルトラスタンプはね、技の基礎会心率がね、高いんでいいんですけど。これいけつかどうか。いやー、やばいな。光の玉も、ありになってきたな。これは、濃厚になってきたな。まだいい。まだ見る。なんか量産型合体モンスター多くない本当にこの辺り。ギガントドラゴンとかさ、もうそのタイプ多すぎるって。まあ、合体モンスターの使用上それね、高い力で殴り切った方がいいんだけどさ、なんだろう、低耐久が全員低耐久だよ。ギガントドラゴンもこいつも、オニコンボも。低耐久ばっかなんよ。もっとバランスよくしてほしいわ。キングミミックとかもさ、吹き飛んでくしな。おー、さすがに大丈夫やね。ここだこれだろこれでだってブオンが攻撃一発当てたら終わりだからね。勇気たまえて、プラズマで終わりよ。いけいほとばしらー当ててくれよし、オッケー勝ったでしょあ、まあ、あ、まあ、よし、まあね。さすがにね。うん。有機問題さえ解決できれば合体モンスター大魔王にまだ勝てる余地あるんですよ。うん。よかった。うん。お前はなんだヒヤヒヤさせるのがうまいな。ビアンカ派の皆さん、お待たせいたしました。めった使いません。そう、ビアンカは実はね、とどめ的な演出ではめった使わないんですね、僕。初期プレイがフローラだからですね。はい。僕に、そこまで考えた覚えないんですよ。うん。まあ、ビアンカをね、別に、周回では何回か嫁にしてるから許して。あ、勝った、よかった。なんとかお前はね、常に俺をヒヤヒヤさせてくれる合体モンスターだったな。